韓国海軍が誇る大型輸送艦マラドは、皆も知っているよね。そんなマラドが、軽空母化に向けて本格的な検討に入ったことが明らかにされたんだって。韓国海軍が誇るって言われてもな、軽空母化して何するつもりなの？軽空母化して何をするのかはわからないけど、軍事関係者の中には、海上自衛隊の護衛艦出雲などに対抗しようとしているのではないかとの声もあるみたい。韓国は本当に日本に対抗したがる節があるよな。勝手にやってくれとは思うが、変な立ち誇りを見せて迷惑をかけるのはやめてほしいぜ。本当だよね。さて今回は、韓国海軍の誇るウマラ島のポテンシャルや軽空母化計画について、面白おかしく解説したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも、韓国海軍がマラドを軽空母化する理由について考えてみると、正直言って疑問に感じる人が多いはずです。空母を持つことの意味や意義を考えてみると、アメリカなどのように先制攻撃可能な攻撃力としての価値、そしてその攻撃力を持っていることを誇示することによる威嚇の効果、この二つがあると思うんだ。空母のメリットは、陸上のみならず様々な場所から攻撃を仕掛けることができることであり、いわゆる敵国に対していつでも攻撃することができるぞと威嚇する意味があるってわけ。じゃあ韓国海軍に、威嚇すべき敵国があるのかといえば、答えはイエスだよね。韓国が敵視している国って、そう、日本しか彼らの敵国は存在しないんだよね。古来より、日本に対して敵視することしかしなかった韓国だから、北朝鮮は違うのかと言われれば、それは違うと言い切れるよ。なんだかんだ言っても同胞だから、同胞に対して銃を向けるよりは日本を敵視する方が絶対に楽なんだろうね。でも、日本の同盟国はアメリカであり、アメリカは韓国にとっても同盟国になるよね。そうなんだよな。同盟国の同盟国が敵という、わけのわからない状態になっていること自体がおかしいぜ。うんうん、アメリカもそのことは理解していて、軍事機密情報を韓国にどこまで共有しているかといえば、最重要の機密情報は伝えていない可能性が高いそうだよ。日本にはもちろんそれ相応の情報が提供されているとは思うんだけど、まあ、韓国としては敵国である日本が軽空母を所有することになった。ならば俺たちもそれを上回るスペックの軽空母を所有しようじゃないかって感じなんじゃないかな。だって、敵が持っているんだからこっちも対抗しないと、ってなるんだろうね。そうそう。今回のマラド軽空母化の発端も、簡単に言うとそんな感じだろうね。とはいえマラドが軽空母になって、日本が恐れをののくかといえば、その答えはノーだったりするんだけどね。なぜなら、韓国が掲げるようなスペックが本当に実現できているか、日本の反応は正直言っていぶかしげだからってことが挙げられるんだ。ある意味ポンコツ兵器とみなしている専門家もいるぐらいだからな。そもそもマラドの軽空母化をぶち上げたのは、日本が出雲加賀などの護衛艦を軽空母化することを決定し、実際にアメリカ海軍と合同の訓練まで実施することになってからのことだよ。もちろん、これら2隻の護衛艦の軽空母化については軍事国家日本の再来として韓国は強く批判していたみたい。中国の陰に隠れ、便乗して批判するといういつもの対応だけどね。その証拠に、マラドに搭載する戦闘機は、出雲加賀と同様にアメリカの F-35B を想定していることを明らかにしているよ。日本ができることを、我が国でもできないはずがないだろう、という対抗心は相変わらずだね。でも、2021年に就航して訓練を始めたばかりのマラドが、2022年に実戦投入できるだけのスペックを有することができるのか、まずはそこから考えた方がいいと主張する軍事アナリストも多いみたい。今までの実績を見ると当然だよね。どんなに韓国が威勢よく語っても、結局マラドの基本は輸送揚陸艦であり、排水量も 14,500 トンにしか過ぎないもんね。出雲は 19,950 トンだから、そもそもオーバースペックなことをやろうとしても、うまくいくわけないんだ。海上自衛隊の護衛艦と比べるとヘリコプター護衛艦と同レベルの艦艇だから、それを軽空母にするということ自体が滑稽な話だよな。ちなみにマラドは6と9輸送揚陸艦のみ満艦にあたり、スラップシップ艦の6ともすでに就航済みだが、こちらは就航直前にトラブルが頻発し、ようやく就航したかと思えば、バラストのすぐ合いから高速航走が困難であるという欠陥を抱えて、現在補修の最中だったりするぜ。何より、マラドをはじめとする6と9では、F-35B のロケットエンジンから発せられる高熱の排気に耐えられないんだよね。出雲加賀はすでに対応工事を完了しているので、実際にアメリカ海軍と合同で F-35B の離発着訓練を実施し、成功を収めているよ。
かなりの光熱を廃棄するため、出雲加賀でも相当の補修が行われたと言われているけど、韓国は同様の補修を行うことができるかってところは甚だ疑問だよね。韓国はそれでも問題ないと連呼するんだろうけど、マラドを取り巻く環境はさらに深刻なものなんだ。そもそも、アメリカが F-35B を韓国に売ってくれるのかどうか、買うだけのお金があるのかどうか、そのコンセンサスが全く取られてないんだよね。アメリカ議会は F-35B を輸出することに反対しており、韓国は買いたいけど買えない状況に追い込まれると思うよ。日本には売るのにおかしいと言うだろうけど、日本はアメリカと安保条約に基づいて同盟関係を維持しているのだから、全く問題はないんだ。アメリカという国は、自国の利益を保障してくれる相手としか取引をしないと言われているしね。日本との取引は、将来的に起こり得る対中国軍事行動において、良きパートナーとして活躍するであろう日本に対して、軍事力の強化を支援することはアメリカの利益でもあるんだ。一方、韓国のことをアメリカが同盟国とみなしているかといえば、疑問符が残るんだよな。アメリカが韓国の防衛を請け負っている。そう勘違いする人もいるが、韓国にいるアメリカ軍が国連軍であり、アメリカの意思で韓国にいるわけではないぜ。朝鮮戦争が休戦している間、休戦協定に基づいて安全保障のために韓国に軍を駐留させているだけで、韓国とアメリカが安保条約を締結している話もないし、締結しようとする話もないってわけだ。それどころか、北朝鮮や中国との関係入りに躍起となっている韓国を、アメリカが果たして同盟国とみなせるのか、世界の常識で言えばありえないってのが一般的だろうな。一応、信頼はできないが同盟国もどきの韓国に対して、アメリカは F-35A の販売には応じ、配慮を示しているよ。ただし、F-35A の運用に関して運用のノウハウが不足しているとして、アメリカ主導の教育プログラムを有料で提供するとしているんだけど、その有料の部分が気に入らないのか、韓国国内ではアメリカに対する非難の声が上がっているみたい。自国を守ってもらっているくせに、厚かましいことよね。まあ、それがわかるような韓国国民ではないか。マラドの件について、少し話を戻そっか。そもそもなぜ韓国海軍がマラドなどの建造に踏み切ったのか、それは上陸作戦を円滑に遂行するためであるとされているよ。当初は、上陸作戦の支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇など上陸用の船艇も同時に装備して、強行上陸から支援攻撃まで達したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたようだね。そして、搭載するヘリコプターは日本でも話題のオスプレイを想定していたようで、空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルを持たせようとしていたんだけど、現状においてそこまでの習熟はなされていないんだ。そして、マラドに関連するプロジェクト名は、意外なことに大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているみたい。なんでも、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているようだね。その割には日本向けに軽空母にするぞとアピールしているんだから、本当に何を考えているのかわからない国だよ。韓国の考えの中身がアメリカへの依存脱却もあるかもしれないな。アメリカが要求した、弾道ミサイル迎撃システムサードの韓国内配備を受け入れた結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がっているようだし、確かに、中国と朝鮮が6国と軍主国という関係性が長年続いており、韓国国民の中にも中国の言うことは聞くべきだとの価値観を持っている人も多いはしぜ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で標榜するというのだかは、もうつける薬はないよね。マラドを軽空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないね。韓国の現状では、有利になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されているからこそ戦争が抑止されていると考えていいと思うよ。だからといって、軽空母が1隻あれば抑止力が完成するわけではないんだ。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで戦力となっているんだけど、韓国にこれだけの打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけで、韓国のように日本が持っているのが悔しいからのように、
短絡的な目的でもないんだ。まあ、軍事関係者の中で韓国はネタの宝庫だから、今回もいいネタを提供してくれたと思い、笑っておけばいいのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。